馬肉です。こうやってトングで揚げてますけど、これ本来野生動物にあるまじき姿なんで、あれはね、はい、横浜市内で結構タヌキいるので、はい、庭の中にも出てくるんですけど、で餌なんか可愛いからって言うんで揚げちゃうと、人間の食べてるものなんかは結構タヌキに負担がということがあって、免疫システムが破壊されちゃってですね、ダニによって皮膚病になって全身丸裸になっちゃうことなんですね。海鮮病っていうとしてるとなので、野生動物に餌あげるのも100ぐらいは無視になしなって、まあ、どんな野生動物もそうなんですけど、ね、餌はお酒さんに入れてください。でここで、この人ですね、あげてるとこの担当のこちらの人がすごく人慣れしててあの子だけちょっと怖がりまして、野生のだといいんですけど、追いつきない、好きな人だと、先にこの糸が私が出るまでないので、食べちゃって、食べる量がバランス取れないんで、まあ、同じくらい食べれるように、こうやって施設にやる。春は今だろ、待て。